と音、精神の何を。イーススのもとに中風で苦しむ自分のしもべ、重卒です。兵隊さんのにお伝えする重卒、そのしもべの癒しを求めて、一人のローマ軍の百夫長がやってきました。百夫長というのは、100人部下がいる将校ということで、百夫長です。イーススは彼を見て、では、あなたの家に行って直してあげよう。そう言って腰を上げました。すると彼は主を押しとどめ、こう言いました。私には家にあなたをお迎えできるような資格はありません。お言葉をくだされば十分です。これを聞いて主は彼の信仰をたたえ、行け、あなたの信じた通りになるようにと命じました。その時そのしもべは癒されたと伝えられます。この福音はよく自分の資格のなさをよく知っている、この彼の謙遜さが主の祝福を引き出したと説かれます。しかしこの出来事を、主の祝福が欲しいのならば、この百夫長に倣って謙遜という徳を身につけなさいという教訓として受け取ると、この出来事が伝えているもっともっと大きな福音が浮かび上がってきません。もしこの百夫長自身が謙遜さということを神の祝福を受ける資格であると考えていたならば、彼はどんなふうに自分がその資格を持っていると思っていたのでしょう。こうではないですか。自分は自分の資格のなさを自覚する、その謙遜さを持っているから資格がありますよね。こんなある意味非常に逆説的な傲慢さを主が祝福するでしょうか。次の聖使徒パウエルの言葉は福音の根っこにあるものです。私たちクリスチャンの根底に死ぬまで忘れてはならない言葉です。正しいものはいない、一人もいない。資格を問題とする限り、私たちはアリストスの救いを受け取れません。百夫長に、私はあなたを家にお迎えすることなどできませんと言わせたのは、資格を云々する縮こまった精神ではなく、天地の一切を思うままに従わせることのできる創造主、神の子を前にした聖なるものへの恐れ、震え以外の何者でもありません。本日の福音がまさに福音、喜ばしい知らせであるのは、神、世界を創造したお方が創造されたものとの間にある途方もない隔たりを越えて、人となってここに来てくださって、人々の前に立っているということです。今はそれでも百夫長の側も、たとえわずかな距離であっても駐屯地から主の前に歩み出して、その面前に立ったんです。聖大礼儀でご聖体をいただく直前、司祭は聖なる者は聖なる人にと声を上げます。皆さんも、聖なるは一人、主なるはただ一人、神父の光栄を表すイースス・ハリストスなり、アミーン
と答えます。私たちには聖なる、すなわち唯一聖なるお方である神のその御子の御聖体をいただく資格などありませんという表明です。ではじゃあ御聖体から身を引くのでしょうか。いいえ、反対です。至聖所の扉が開き、アリストスの尊いお体と血が神を恐れる心と信徒をもって近づき来たると示されます。そして私たちも今日の福音の百夫長と同じようにわずかな距離ですけれども、はるばるやってきてくださったアリストスの前に歩みを進めるのです。神と人との無限の距離を超えてここにおいでくださったお方の近づき来たれという呼びかけに私たちも応えます。問題は資格ではありません。アリストス、神の子よ、あなたと一つになりたいというアリストスへの信仰、そしてアリストスへの希望、そしてアリストスへの愛だけです。アミン。